価格の事前情報が全くない状態で届いたから後で調べてちゃ吹いたわ。というわけで。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？フグミカンのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新ケーブルの一つ、ナイス HCK-AU キング。キングの名前を冠するだけあって、高額なケーブルとなっている。現在の価格は、クーポン込みで200ドル程度。なんでこんなに高いのかというと、高純度、7N の単結晶銅、さらに、そこに金メッキを施したケーブルだからだ。無酸素銅に金メッキを施した、最強仕様のプラグも用意されていて、そちらはさらにもうちょっと価格が上がるぞ。さて、まず最初になんでこんなにお高いケーブルを使う必要があるのか、それに納得できないと、このクラスのケーブルは買うことができないよな。ナイス HCK-AU キングが、なんでこんな値段になっているのか、それは、高純度な純銅線でしか聞けないバランスがあること、それから、珍しいものじゃないと聞けない音があるから、ということ。個人的には、高級ケーブルも、無数にあるオーディオ用ケーブルの選択肢の一つなので、高級だから必ず音が良くなる、というわけでもない、この AU キング。理科の授業をちゃんと聞いてた人なら覚えてると思うんだけど、直訳すると金の王様、つまり、金が使われている。そもそも、まず第一に、このケーブルは、極端に高純度な純銅線がベースになっていて、そこにさらに、金メッキを施した形だ。でも、金メッキ自体は、ここまで価格が上がっていなくても、市場にはいくつかラインナップされてたりする。ただし、低価格の金メッキ線は、大体、金メッキ線や、純銅線と混合したケーブルが使われていることが多いんだけど、ここまで高純度な純銅線を芯にして、金メッキを施すと、そのバランスが妙に仕上がっているように聞こえるんだわ。AU キングの魅力は、高純度銅線の魅力に、さらに、金メッキを加えることで、低価格な金メッキ線よりも、さらに高いバランスで仕上がった、若干のホーム感のあるサウンドだ。今回は、オーキングに合わせるのにふさわしい、ナイス HCK のトップクラスイヤホン、ロフティと組み合わせてテストしてみたぞ。一般的なオーディオグレードの銅線は、安価なものでは、ウォームで解像感、分離感がそれなりに、僕たちが普段使っている、1万円から3000円、4000円くらいの価格帯だと、くっきりと音が出てくるようになる場合が多い。空手として、あえて合金にすることで、ウォームかつ、分離感も確保したサウンドを生み出す場合もある。今回紹介する AU キングは、まずコストと技術でぶん殴った、超高純度銅線がベース。とにかく純度の高いケーブルは、どんどんと、分離感、解像感が強くなっていく。これをして、高価格なケーブルでないと、聞こえない見通しの良さのようなもの。とか、しっかり、オーケストラの各楽器が引き立つ、といった表現をされていることが多いんだけど、分離感がゴリゴリに上がると、何にでもピントが合いすぎていて、全体の調和が崩れる場合がある。イヤホンの場合、例えば、高音域がドカンとなる、中音域もガツンとなる、そして低音域がボンガボンがなる、となると、ぶっちゃけると少々うるさすぎる。でも、それらがパワフルで分離感を保ちつつ、程よく、まとまっていたら、そう、AU キングはそんな方向性を目指せるケーブルだ。7N の単結晶銅に、金メッキが施されてるんだけど、この金メッキのおかげで、ウォーム感が保たれ、さらに、解像感を保ちつつ、分離感をある程度抑制する。僕は偉い先生じゃないのでそこら辺の仕組みはわからないけど、コストを度外視して、成功法で、解像感をゴリゴリにしつつ、分離感を常識的な範囲に収める、というのに、この超高純度 7N 単結晶銅と、金メッキの組み合わせ、そして、HCK がチョイスした、この太さと編み方が、ベストに絡まる形となっている。高いものはうまいのではない。結果高くなっただけなのだ。そんなケーブル、個人的には今まで、金メッキ線については懐疑的だったんだけど、なるほど確かに、AU キングは正解例の一つだと思う。高いから良い、のではなく、欲しいもの全部入れてたら高くなった、というケーブルだな。ロフティと組み合わせた場合、ロフティの解像感を引き出しつつ、分離感と解像感のバランスをしっかり調整してくれる、ハキハキしたイカにも入れぞ、デジタル補正、なサウンドではなく、ウォーム感を保ちつつ、アナログな音源は、より聞き取りやすく、デジタルな音源は、自然でありながら、解像度を落とさない。また、中低音の厚みもしっかりと出るので、この音域がエネルギッシュな曲を楽しみたい時に、解像感を落とさずに、しっかりと聞かせてくれるぞ。僕は、低価格ケーブルが高価格ケーブルに勝てない、とは思わないんだけど、高価格ケーブルじゃないと聞けない音、というのはあると思う。イヤホンもしかり。オングは、久しぶりにそんな気持ちを再確認させてくれたケーブルだった。ちなみに、空間表現も潰れない。金メッキが混じっている、低
比較的安価なケーブルは、どれもどんなに工夫していても、ミックス線でも、若干中低音域のおかげで、空間が狭まる、壁が出現するような感覚があったんだけど、ホーキングは、高純度単結晶導線のポテンシャルがそのまま残っているのか、はっきりと空間の広さが保たれてる。また、各音域のつながりも、すごく明確でかつ違和感がないので、そりゃあ、この音を再現するために、レアもの素材を使わないといけないって言われたら、仕方ねえんだなぁ。という気持ちになるケーブルだ。というわけで、ホーキングは、高級ケーブル、購入には、しっかりと理由が必要なのはしょうがない。でも、このケーブルが高級な理由は、しっかりと存在する、主張して、それを強く理解させられる、この値段になったのが仕方がないケーブルだったぞ。なお、他のブランドではより価格が上がる、という現実も付け加えておこう。驚く価格のこの値段だけど、HCK だからこの値段で済んでいる。ケーブル選びの袋工事に迷い込んだとき、ウォームさを出しつつ、どうしても解像度を捨てられないとき、ぜひ、ナイス HCK の AU キングを覚えておいてくれ。といったところで今回はここまで。